孫悟の旗の下でもう一度船出と行くか。
見ているだけなんて辛いですから。無事に皆さんが戻られますよ。どうやらぶっ殺されたようだな。あなたも早く。大変、下がらなきゃ。これも運命です。川賊の流儀、坊やには分からんだろうな。